皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけども、既成のファミリーを編集する方法について学んでいきました。今回なんですけども、図面タイトルのファミリーを作成する方法について学んでいきます。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、まずはファミリーの完成形について確認していきたいと思います。はい、今回作成していくのはですね、こちら今平面図のシートを開いておりますけども、はい、こちらですね、図面タイトル、こちらのファミリーですね。これはですね、もともとデフォルトではね、違った形になっておりました。ファミリーはですね、この注釈記号という中にですね、図面タイトルというものがありまして、そこにですね、ファミリーがございます。これを作っていきます。で、もともとどんな形だったかと言いますと、こちらですね、これクリックいたします。ビューポートですね。で、タイプ編集にして、でこの図面タイトルっていうところがあるんですよね。これがビュータイトルというものになっておりました。これがデフォルトの状態です。なんか1番って書いてあって、ちょっと大きめにね、1回平面図着色位置100分の1と。でこれをですね、先ほどのこの図面タイトルというファミリーを読み込むことによってですね、このタイプ編集のところで調整ができまして、図面タイトルというものを選ぶことができて、そして適用して OK をすると。そうすると自分で作ったファミリーの図面タイトルに変更することができるということですね。こちらのファミリーを作っていきます。ではファミリーのデータもですね、ちょっと開いていきたいと思います。はい、ビム実践入門のですね、こちらの教科書で用意している図面タイトルという、ファミリーのデータですね。こちらをダブルクリックで開いていきます。はい、こんな形ですね。これがファミリーの元データになります。まあ、四角の線分で、四角で書いてあって、ここにですね、ビューの名前という、これはラベルというものになりますね。そして右側ですね、こちらはこちらもラベルですね。こちらはスケールというふうな感じになります。これはシンプルなものですけども、これをですね、今から作っていこうというふうに思います。はい、完成形を確認したので、図面タイトルをですね、作っていきたいと思います。はい、ファミリーの作成方法はですね、前回と一緒でございます。ファイル、新規作成、ファミリー、こちらをクリックいたします。テンプレートファイルですね、開かれます。今回はですね、この注釈というフォルダの中に入っていきます。こちらをダブルクリックいたします。注釈フォルダの中です。そこにですね、はい、ビュータイトル、括弧メートル単位というものがございます。こちらをですね、ダブルクリックして開いていきます。はい、そうしますと、このようなファミリーテンプレートが現れます。で、ここに何か書いてありますけども、こちらですね、作成前にこの注釈とダミー線を削除してくださいというふうにあるんですね。なので、これはですね、文字を、まず注釈を消します。そして、このダミー線って呼ばれるものですかね、こちらを消していきます。はい、この状態から削除スタートしていきます。それではですね、先にこの四角をですね、まず書いていきたいと思います。図面タイトルの外枠ですね、書いていきたいと思います。作成タブの線、こちらを選びます。はい、描画モードはですね、四角を選んでいきたいと思います。長方形ですね、こちらを選んでいきます。そしてサブカテゴリーの方はビュータイトルになっております。はい、それでは書いていきます。長方形を書いていきます。この3正面の交点を起点といたしまして、ここで1点目クリックいたします。そしてこのような形で線を書いていきます。教科書では 70mm×7mm というふうに書いてあります。なので、そこに合わせてここでクリックしていきます。はい、これでね、 70mm と 7mm の長方形を書くことができました。で、こちらね、ただですね、ちょっと私気になったことがあってですね、はい、この答えを、ちょっと答えというか完成形を見てみるとですね、ちょっとなんか線が切れてるような感じになってますよね。これ多分解決策あると思うんですけども、まあ、この線が途切れ、文字がね、ちょっと大きすぎて線が切れているというふうなことがありますので、まあ、ちょっとここは私のオリジナルで、ちょっとね、線をね、ちょっと四角をですね、大きくしていこうと思います。これ7ミリってなってますけども、まずこの動かしたい線をクリックします。そしたら仮寸法が現れるので、仮寸法をクリックして、7ミリのところを例えば等ミリというふうにして、ちょっと大きくしていこうというふうに思います。はい、これでですね、等ミリ。ちょっと大きくしました。これでね、ちょっと大きくしました。この幅をですね、等ミリに、7ミリから等ミリに変更いたしました。はい、こちらで、ね、ちょっと作成していきたいと思います。そしてここで補足なんですけども、この注釈のファイルですね、この今開いている注釈のファイルは縮尺ってないんですよね。ここの左下、いつも縮尺を選ぶところがありますけども、ここにはありません。印刷時の寸法1対1で作成するということなので、覚えていきたいと思います。はい、続きまして、こちらにビューの名前、そしてこちらにスケールですね、尺度、こちらをですね、文字を書いていきたいと思います。で、今回はですね、文字ではなくて、文字と区別してですね、ラベルというものを書いていくようです。
で、ラベルっていうのはですね、この通常の文字とは異なっており、パラメータを表示するものというふうに書かれておりますので、覚えていきたいと思います。作成タブのこちら文字のパレットのところに文字ってあるんですけども、こちらではなくてその隣のラベルというものです。こちらをクリックしていきます。で、配置していきたいところで1回クリックを押していきます。左クリックをここで押します。はい、そうするとこのようなラベルを編集というボックスが立ち上がります。で、左側にですね、カテゴリパラメータということでカテゴリを選んであげるんですね。で、例えばですね、シート、シート名、シート番号、タイプとかですね、こういろいろ選ぶことができるようになっております。で、今回はですね、左側にビューの名前を表示させてあげたいので、このビューの名前というものを選びます。そしてこれはですね、集計表のところと一緒でダブルクリックしても右側に配置されますし、この真ん中のですね、この緑色の方、ラベルにパラメータを追加、そして赤色の方、1個下ラベルからパラメータを削除、これを押してもですね、こう移動することができます。左側に移動、右側に移動というような形ですね。じゃあ今回はこの緑色、ラベルにパラメータを追加、こちらをクリックして右側に追加していきました。これですね、ラベルパラメータというものにビューの名前が追加されました。それではこちらで適用して OK を押していきますと、はい、そしたらここにビューの名前というふうに書かれております。こちらは文字ではなくてクリックして見るとラベルというものになっております。じゃあこちらですね、今ビューの名前をクリックした状態、このラベルをクリックした状態なんですけども、右側ですね、このプロパティのところにですね、位置合わせというものがあるんですね。それはですね、今水平位置合わせ、今中心になっておりますけども、こちらをですね、右揃いだったり左揃いにすることができます。今回は左揃いにしてですね、そして適用していきたいと思います。そうするとこの文字がですね、左揃いになりました。この状態でドラッグしてですね、このような形で所定の位置、任意の位置に調整してあります。この青丸をですね、ドラッグするとこのような形で修正することができます。範囲を修正することができます。はい、綺麗に配置することができました。では次ですね、同じやり方でこの右側にですね、スケールを配置していきたいと思います。同じく作成タブ、そして右側ラベル、こちらをクリックいたします。そしてラベルを配置したいところで左クリック、今ガイドが出てますので、青いガイドが出てますね。同じラインで左クリックを一発押していきます。はい、ラベルを編集のボックスが出てまいりますので、今度は、はい、こちらですね、ビュースケールというものがございます。こちらを今度はダブルクリックして右側に追加していきます。この状態で適用して OK です。はい、そうしますとこのようにスケールの表現ですね、これなんかちょっと変わった表現ですけども、スケールのラベルを配置することができました。こちらもですね、同じくクリックして右側の水平位置合わせ中心になってますけども、今度はですね、右揃いにしていきたいと思います。そして適用していきます。適用、はい、そうすると右揃いになりましたね。じゃあこの青丸をですね、ドラッグしてちょっと調整してあげたいと思います。はい、こんな感じですかね。もうちょっと左側がいいですかね。ドラッグして左側に、はい、こんな感じでしょうか。ビューの名前とスケールを配置することができました。ちょっと完成形とね、比べてみたいと思います。こちら完成形です。ビューの名前とスケールが配置されております。同じくクリックするとラベルの 3mm になっておりますね。はい、で今回私のオリジナルでこの幅ですね、この縦の幅はこちら 7mm になってますけども、私の方はちょっと大きくしたいなと思ったので、ちょっと幅が広いですよね、 10mm に変更いたしました。はい、図面タイトルが作成できましたので、保存してロードして確認していきたいと思います。はい、それではですね、保存方法も前回と同じでございます。ファイル、名前をつけて保存、そしてファミリー、こちらをクリックいたします。そしてデスクトップにしてですね、名前をつけていきたいと思います。このような形で図面タイトル2紙と私の名前をつけてですね、保存を押していきたいと思います。デスクトップに保存をしていきます。はい、そうしますと図面タイトル2紙というものがデスクトップに保存することができました。じゃあこちらをロードしていくんですけども、今度はですね、レビットに戻りまして、こちらのですね、プロジェクトにロード、こちらでもロードすることができます。で、前回はこちらでやっていったんですけども、今回はですね、違うやり方でやっていきたいと思います。プロジェクトファイルに戻りまして、そしてですね、挿入のところですね、挿入タブ、ファミリーをロード、こちらをクリックいたします。そしてデスクトップを選んで、先ほど作った図面タイトル、2紙、こちらを開くを押し上げます。はい、そうするとですね、こちらの注釈記号のファミリーのところにですね、図面タイトルのところに、図面タイトル、2紙というものが追加されました。これが前回あった完成形、そしてこちらが今私が作ったものになります。ではこちらをですね、こちらの図面に反映していきたいと思います。まあ、ほとんど変わり映えはないと思いますけども、この幅がですね、 7mm から 10mm に変更されますので、ちょっと見ていきたいと思います。まずはこのビューポートをクリックします。ビューポートですね。でタイプ編集をクリックいたします。
で、タイトルのところ、図面タイトルになっております。こちらをですね、はい、クリックすると図面タイトル、括弧2紙というものが追加されていることが確認できます。こちらですね。こちらをクリックいたします。はい、この状態で適用して OK です。はい、どうでしょう。ちょっとね、変わり映えしないですね。でもちょっとここが大きくなったの分かりますでしょうか。ちょっと寸法をね、測っていきたいと思います。2点間を計測。1点目をこちらでクリックいたします。はい、ちょっとうまくここ掴むことはできませんでしたけども、大体ね、大体等ミリだということが確認できます。ここきっちり掴んでるかどうかちょっとかなり不安ですけども、多分掴めてないですね。掴めてないんですけども、まあ大体ね、7ミリから等ミリに変更された図面タイトル括弧2紙の分になっているということが確認できます。はい、こちらで完成になります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、図面タイトルのファミリーを作成する方法について学んでいきました。次回なんですけども、図面枠のファミリーを作成する方法について学んでいきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。